はい、えー、どうも、不明いでよです。今回ですけれども、はい、えー、ジャンプニさんからですね、リーク情報が来まして、セレクトボックスです。12月5日から、5日からセレクトボックスですということで、えーと、リーク情報をね、早速紹介していくんですけれども、えーと、ビランズセレボという感じですね。あの、ビランズ限定のセレボではないんですけれども、 ビランズがね、メインのセレボとなっております。で、やはりですね、マレドラ濃厚って言ったのは、まあ予想通りというところで、はい。で、えー、邪魔れはやっぱ来なかったねっていう感じです。で、あとはね、スカートをドクターファシリエが、え目玉というところですね。ファシリエは目玉じゃねえだろうという感じはしますけどね。はい。 で、えっ、ー、と、ツムリスト見ていきたいんですけども、マレドラ、スカー、ドクターファシリエ、ビッグバットウルフ、警察官ニック、ランピー、ウォーリー、マキシマス、女王、メータ、ハデス、ジャパー。やっぱハデスもやっぱ濃厚でしたね。はい。という感じで、でも、どうだろうね。半分以上は、ヴィランズですね。ヴィランズはマレドラ、スカー、ドクターファシリエ、ビッグバットウルフ、 え、女王、ハデス、ジャファーなんで、7体いますね。はい。で、この中で、えっ、ー、と、常駐はマレドラスか、マキシマス、メーター、女王、ハデス、ジャファーかななので、え期間限定5体しかいないか <laughs> やばっ。ドクター、ファシリエ、ビッグバト、ウルフ、警察官、ニック、ランピー、ウォーリー、しかいないか。 ええー、期間決定5体しかいないんだけど。はい。まあ、そんな感じでございます。で、この中で強いのっていうとですね、あのー、マ、まあ、レフィセントドラゴンかな、というところになっております。で、他に強いツムで言うとスカーもいますけれども、まあ、スカーは言うて、みたいな、言うて、みたいなところがあります。はい。あとは、どうだろう。 特にいないな。まあ、ハデス・ジャファーが常駐の中では使える方かなとは。まあ、スカート同様に、まあ、ちょい使えるかな、みたいな感じですね。はい。そんな感じでございます。今回のセレボは。ちょっと速報で動画上げてるんで、また弾くべきかどうかっていうのは、えっ、ー、と、明日、投稿したいと思いますので、えー、もう少々お待ちください。ちょっと 朝ね、投稿してますので。まあ、そんな感じで、えーと、今回はね、えー、セレクトボックスのリーク情報となりました。えー、ぜひね、私の、え w、ー、ツイッター、フォロー、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、ジャンプ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 2さんだ。の方もね、ぜひね。はい、そんな感じで、えー、今回はセレモの速報となりました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイ。